皆さんこんにちは。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回いただいた質問がこちらですね。 Chrome 100の記事見ました。これは国内で販売されるものかどうか分かりますか？あと感覚的には何のラケットに近いですか、というご質問ですね。はい、まずはご質問ありがとうございます。今回もですね、このマインドマスターというのを使って回答していきたいと思います。でですね、つい先日なんですけれども、幸いにもですね、このまだ発売されていない Chrome 100なんですけれども、早めにテストさせていただくことができましたので、インプレをアップさせていただきました。で、見た目はですね、本当に歴代でも多分最も刺激的な一本なのかなと思います。でそれに負けず劣らず使用感もですね、結構独特な感じがありました。で海外版のビーストがベースになっているらしくてですね、この使った感じっていうのもちょっとね、なかなか想像しにくい部分なのかなと思います。なので今回はですね、僕なりに似てるラケットをですね3つほど、ピックアップして解説していきたいと思っております。でまず、質問にあった発売時期なんですけれども、発売時期というか、国内で発売はされますというところですね。でその時期が、7月の上旬の予定ということでした。これはですね、ツイッターで僕が Chrome 100のことをですね、インプレに関していろいろつぶやいていたら、プリンスのアカウントの方からこういった内容のコメントがありましたので、間違いないのかなと思います。例えばコロナの影響とかで遅れるっていう可能性はあるかもしれないんですが、一応目安としては7月頃のようです。はい。で、予約開始とかは分かり次第ブログの方にですね、追記させていただく予定となっております。今はまだちょっと始まってないっぽかったので、特にまだ何も、書いてません。はい。もう少しお待ちいただければと思います。でここからはですね、じゃあ似てるラケットどんなのがあるかっていうのをちょっと3本ほどねピックアップして、解説していきたいと思います。ただ似てる要素がありますよという意味であって、まるっきりそっくりだよっていうわけではないので、そこはご理解いただければなと思います。部分的にね、このラケットの、こういう部分はちょっとクロームに似てますよっていう、そういう意味で捉えていただければとは思います。で正直あんまりすごく似てるなっていうラケットは、最近打った中ではないです。はい。そのぐらいちょっとね変わってる感じだったんですが、その中でも頑張って、3本ピックアップしてみましたので、はい、参考にしていただければと思います。でまず1本目はクラッシュの100ですね。ウィルソンのクラッシュの100です。で共通している部分としては、どちらもある程度フレーム圧があるのに、実際に打つとかなりボールのホールド感を感じるっていう、そこが似てるかなと思いますね。でただクロームに関して言うと、しなってはいないかなと。クラッシュはもうしなってすごい乗っかってっていう感じなんですが、あそこまで、極端ではないんですが、厚みから想像するのに比べるとだいぶホールドする感じが強いラケットだなとは思います。で例えて言うのは、クラッシュはしなりもあってすごいボールを乗せて運ぶような感じが強く出るラケットかなとは思うんですが、クロームはほどほどにこうホールドして、最終的にこう厚い当たりでボールをしばいて、潰していく、そういう感じのラケットなのかなと思います。はい。ちょっとね使い方は違うのかなとは思うんですが、こんなイメージがあります。はい。で次ですね、グラフィン360プラスのラジカルですね。なんていうんですかね、打感がちょっと似てるかなという気がします。でただ同じストリングではないので、そこの違いは多少あるんですけれども、パワー、そのラケット自体のパワーレベル的には、結構近いんじゃないかなという印象がありました。なんていうんですかね、飛ばないわけじゃないんですけど、かといって弾いてくれるっていう感じもないなと。なんかそんな絶妙な加減が、ラジカルとかちょっと似てるかなと思います。でストリングに関して言うと、ラジカルにリンクスツアー貼った時の、これシダカイの時のセッティングなんですけど、ちょっと似てるんじゃないかなと。 MP もプロどっちなんだろう、プロの方がパワー的にはもしかしたら近いかもしれないんですが、それに近いようなイメージ
が、Chrome にもありました。で、正直この打感に関して言うと、僕個人はあんまり好きじゃないです。どっちも。はい。まあ正直なね、はい、意見としてはあんまり好きではないです。もうちょい弾いてほしいです。はい、3本目はダンロップの SX300 ですね。まあ共通しているポイントとしては、まあどちらもいわゆる黄金スペックっていうのに、まあカテゴリーされる、分類されるラケットかなとは思うんですが、弾いて飛ばすっていう感じはかなり抑えめっていうところは共通しているかなと思います。で、 SX はまあしなってで、まあ、乗るんで弾道もよく上がるよねっていう、まあ、そういうスピン系のコンセプトのラケットだったんですが、まあ、クロームに関して言うとあんまり弾道上がる感じは僕はしなかったですね。なので、まあ食いつきを生かしてそれをスピンに変えていくっていうのが SX だとしたら、まあシンプルにクロームはその、まあ、食いつくから熱い当たりで、どんどん打っていこうねみたいな、あ、そういう感じのプレーで打ちやすさを感じられるラケットなのかなと思います。あんまりこういうラケット他にないのかなという気がします。はい、もちろんね、この派手なデザインっていうのは、まあ、唯一無二っていうのは 100% 間違いないかなとは思うんですけれども、性能面で言ってもあんまりその国内で展開しているようなラケットにはないタイプなのかなという気がします。で、あとその実戦で使うなら国内で普通に売ってるビースト100の方が、まあメリット感じる人多いんじゃないかなと思いますね。あっちの方がすっきり球飛ぶし弾くし、まあパワーもあるしなので、僕がまあ試合で使うんだったらもちろん国内版のビーストかなという感じです。ただ、まあこれは別にどっちのラケットが出来がいい出来が悪いとかっていう話ではなくて、まあどっちがね自分のプレイに合うかという問題なのかなと思います。で、そういう意味も含めるとですね、まあデザインとかも含めて、クローム100ってもう刺さる人には超刺さる、そういうラケットかなと思います。はい、なので、まああんまりねインプレ見て買うかどうか決めるっていうラケットじゃないのかなとは思います。で、最後おまけですね。で、ブログにも書いたんですけど、今回、テストさせていただいた時はプリンスのツアー WX スピンが貼ってありました。ただやっぱりホールド感の割と出るラケットじゃない、ストリングなので、ちょっとねボール持ちすぎちゃうかなっていう感じがありました。で、僕くらいの筋力で、僕くらいのスイングのスピードなら、まあ XT18 とかの、まあ、細ポリの方が弾いてくれて、使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてもね、他の黄金スペックっていうのとはちょっと違うイメージのラケットというふうに考えてもらっていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後まとめです。はい、Chrome100 について解説をさせていただきました。発売時期は7月の上旬となっているそうです。で、似ているラケット3つほど挙げてみました。で、クラッシュ的な、ボールのホールド感があるかなと思います。G360 プラスのラジカルっぽいその打ち心地というか打感というか、で、あとはその飛び方もちょっと似ている部分があるかなと思います。で、 SX300 と同じく、まあ、いわゆる黄金スペック系のラケットではあるんですが、弾いて飛ばすっていう感じは控えめでした。で、まあ、なんだかんだね言ってきましたけど、もう刺さる人には超刺さる一本だと思います。はい、ぜひまあ参考程度にしかならないとは思うんですが、はい、楽しんでいただけたなら幸いなんですけれども、どうだったでしょうか。はい、一応ですね、この Chrome100 に関しましては、まあ、YouTube 上でインプレの動画出してますし、ブログの方に、より詳細なねインプレの記事もありますので、気になった方はぜひ、そちらもチェックしてみてください。概要欄の、URL から、ジャンプできるようになってますので、ぜひ、はい、見てください。はい、ということで今回はこの話題の、派手なラケットChrome100について解説させていただきました。今後もねこういう感じで皆さんからの質問、僕なりに回答していきたいと思いますので、何か気になることがあれば、Twitter の質問箱や、動画のコメント欄に、はい、ぜひ、コメント残していってください。今回の動画は以上となります。それでは。